群馬県嬬恋村三原にあります湧き水です。思い川の水とも、仏の水とも言われています。弘法大師が、杖をついて湧き出したと言われる水で、源頼朝が末後まで愛飲した水として知られています。グラフ群馬に載っていた記事をパウチックして私がこう貼りました。掲示のコーナーもこれ看板も変なところにあったんで、ここに移して固定しました。上には弘法大師の書と言われる梵字サンスクリット字があります。